いろんな人たちに愛されるようなお店にしていくんで、ジョブログとともによろしくお願いします。イエーイ、では皆さん、3、2、1、レディゴーで乾杯できますか。では3、2、1、レディゴー。今日の動画で報告するんですけど、僕あと5日後かな ?6 日後かに、北極行ってきます。今回僕一人やねん。ちょっと聞けて、北極マラソン行ってきます。マラソンで行ってきます。北極マラソン行って、フルマラソンをマイナス30度から40度で走るというエグいチャレンジが待ってるんで、はい、皆さんほんま最後に酒飲ませてください。3回酔っ払った状態で北極でキーンなって起きてマラソン走ります。YouTube のままやん。YouTube のままやん。僕が出てるから偽物ちゃんほんまに。そのままやん。いやでもすごい、なんかこう考えるのは、ジョブログもう10年なんですよ。もう10年でほんまになんかこう生きがいみたいにジョブログを見てくれてる人とか、いろんな思いでこう見てくれてる人たちがおって、なんかそれは僕はすごいなんか背負ってるっていうことで、思いを背負ってるっていうのを実感してるんですよね。でこのお店に来てくれて、ほんまになんかこういろいろね、仕事とか人間関係とかいろいろしんどいとか思うことってあると思うんですけど、でもなんかジョブログで前向きになったとか、このお店に来るのが楽しみでっていうので、全国からいろんな人たちが来てくれて、なんかその思いを僕は本当に感じてます。だからこそ僕はみんなに元気や勇気を与えるために、皆さんもこのジョブログのみんなもそうやし、みんなに日々幸せな時間を作ってもらおうと思って、だから俺らは普通にホルモンを焼いてるんじゃなくて、ただみんなに幸せを与えたいと思ってます。だから今回の北極もみんなに元気を出すようなチャレンジをしていくんで、はい、皆さん今後ともよろしくお願いします。じゃあ酔っ払う。紅茶も床焼き。じゃあ酔っ払う。いやこれはね、一番にいいサイズがやっぱ今日の動画で北極行き上がるから。
これ撮っていいの？長い。まだ。全然でもなんかこう撮影とかはいいな。全員撮ったらもう多分じゃあ今撮りますよ。どこ向いていいか分からへん。みんなから声かけられる。ジョー君、ジョー君、イエーイ。レディゴマジでそれ1回になっちゃうから、そうそうそう、こっちかって言ったら交流しよう。はいはい、いいですか、はい、って雰囲気で撮ったら俺撮ってた。実はジョーブログさんはボクシング経験者です。2017年の亀田光輝に勝ったら1000万円の企画、3ヶ月でプロボクサーになる企画に挑戦し、見事プロテストを合格されています。私は彼のボクシングに対する挑戦する姿勢に強く感銘を受けています。彼がプロテスト合格した動画を見た翌日には私もプロジムの入会を決意しました。その時私は34歳でした。偶然にもプロボクサーになるための年齢制限が32歳から34歳まで延長されたタイミングでした。このチャンスを逃すと後悔すると感じました。ギリギリの挑戦です。人生は一度きりですからね。ただジムへ向かう道は暗く、これからの挑戦への不安や恐怖と重なりました。練習はミットやサンドバッグ打ちの基礎練習に加えて、実践練習のスパーリングが中心になります。自分より強い方とすることが多い。正直行くのが憂鬱でした。そして半年の月日が流れ、プロテストの通知が届きました。試験当日のリング会場です。試験カリアアイオイホールで実施されました。順番に身体測定があり、体の状態の確認があります。そして体重の近い方とスパーリングが組まれます。順番に試合が行われていきます。実際のプロテスト映像です。
無事に合格することができました。半年の苦労が報われた結果です。合否の結果はその日でわかります。そして合格通知書とプロボクサーのライセンスが交付されます。思い立ったらレディゴー。挑戦の勇気、大事ですよね。ありがとう、ジョーブログさん。